様、おはようございます。おはようございます。いよいよ本日は1月25日ということは父の誕生日です。おめでとうございます。桜井翔くんと一緒ですね。あ、そう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 、そうなんですよ。桜井翔くんと一緒。さあ冗談のさて、冗談でもないんですけど、さておき、明日は、明日はサンデーブランチクラシックでございます。ご予約いただいている皆様ありがとうございます。現在ね、どれぐらい集まってるか私たちちょっと分かんないんで、ないんだよ ね埋まってきてるっていうのを聞いてますが、はい、どんな感じなんですかね。ドキドキしております。まあですがね、皆さんに楽しんでいただけるようにちょっと今回は我々頭を使いまして、普段使わない演奏のみならず、いつものゆるふやでいいやとかではなくやってみました。なので、今、そちらも楽しんでいただけるものまでちょっと上達したいかな。まあね、今後、そうそうそう、今後、お笑い芸人ではないんですけど、そうなんですよ。目指せサンドイッチマンっていうのを下げて、だから目標はエベレストなんだよね。その辺の丘ぐらいにしておきたいんだけど、そうそう、すぐエベレストもないし、ありがとうございます。来てくださる方、一緒に音楽を楽しめたらと思います。それでですね、先週かな、水曜日ですかね、授業日ですね、出した動画、時間が間違っておりました。出してもさすがに1時です。1時半って書いてましたけど、1時です。すみません。1時に演奏がスタートしてしまうので、少し早めにいらしていただいて、今回は大丈夫です。なんと早めに来ていただいても、はい、11時半からね、お席も。11時半です。そうそうそう。そうなので、来ていただけたら嬉しいです、うん、あとは最初のチンって言ったんじゃん、ワンフードワンドリンク。あ、そうそうそう、ワンフードワンドリンクがワンフードワンドリンク必須なので、はい、皆さんお腹すかしてきてくださいね。そうですね、食べながら飲みながら聞いていただけます、うん、そうなので早めに来てご飯食べてパッとしてから演奏っていうのでも全然いい。でちなみにドレスコードがないです。ないです。ドレスコードはないので、なんかこうクラシックだからスーツ着てこうとか、ワンピース着てこうとかじゃなくて、もうゴボティでぜひ。大丈夫です。ゴボティでゴボティとジーパンで大丈夫です。はい、そうなんです。ではではでは、ね、また長々と喋っておりますが、明日午後頑張りますので、来てくださる方どうぞお気をつけていらしてくださいね。お会いできるのを楽しみにしています。ではまた明日お会いしましょう。